きなり思いついてやった感じですか？なんかすごい知りたかったんですよ、そこ。いや、3年ぐらいどうすればいいんだろうっていうのでずっと悩んでて。その間は何してたんですか？僕一番気になってたのは、オタキング EX っていうのが、すごい気になってて、僕がもうフォローした途端に、オタキング EX の話題ばっかりなんですよ。で、何なんですか、オタキング EX？ オタキング EX っていうのは、僕が作った組織、まあ会社って僕ら言ってるんですけども、社員が社長に給料払うところなんですよ。で、社員が社長に給料払って、その代わり社長、僕ですが、はい、外でやる仕事のギャラを全部タダにする。はい、で、印税もすべてタダにして、はい、で、例えば今日ここへ出るのももちろんギャラもタダでというふうなことにして、はい、本来だったらコンテンツって作ったら、外に発表するときにお金取るじゃないですか。有料にするんですよ。はい、それを全部タダにしちゃう。だから今日の話も、ここへ出るときの僕が、ロフトさんの側に出した条件が、プレミアムチャンネルで有料で出すのは自由にどうぞと。はい、で、その代わり1週間ぐらい適当な期間やったら、うちのサイトで全部それタダで公開させてくださいっていう状況。うん、それをするための組織ですね。だから僕をタダにして、いろんな人に届けるための組織。それは社員以外の人もタダで見れるんですか？全員タダ。あ、だからタダで見せたいんだ。はい、そうです。だから、社員は逆に、お金払ってタダで見せる側なんですよ。はははは。だから普通の考えとお金の流れる方向が逆なんですね。パトロンみたいな感じですか？そうですね。パトロンですね。昔だったら大金持ちがいて、お抱えのアーティストみたいなのがいて、そいつにさせたのを他人数でパトロンにしてるというのに割と近いと思います。そういう形式にしようと思ったのはどうしてなんですか？そういうふうにしたかった？いや、そんなの全然考えてなかった。はい。どちらかっていうと、よくそれって、塾みたいなものかって言われるんですけども、僕も最初は塾みたいなものを考えたんですよ。はいはいはい。そっちの方がいいかなと思ったんですけど、どうもそうしたら最終的に本とか出すときに、やっぱ本は有料で、本来読まなきゃいけない人とか、ダイエットの本とか読まなきゃいけない人とかがですね、お金払ってコンテンツ買わなきゃいけないのが、すごい気になってたんですね。それだとあんまり。なんで気になるんですか、それ。だっていいものって大体タダじゃないですか。そうですか。うん。いいものって大体タダっていうのは俺のなんか最近の信念で、はい、金払うものにろくなもんないですよ。だから映画館で映画やりますよね。はい、あん中には面白い映画もあればつまんない映画もあると。はい、本当に面白い映画はちゃんと地上波でやるじゃないですか。ああ、だからタダだって。はい、タダだ。ああ、そう、パトロンが作っていく。はい。いや、値打ちがあるものは最終的にみんな見たいから結局タダになるんですよ。で、そのタダになる速度が速い。で、人気があればあるほど速度が速いから、宮崎駿の例えばジブリ作品なんて、映画がオンエアされたら1年半とか、最短1年ぐらいでタダで公開されますよね、テレビで。はい。で、人気がないものはいつまで経ってもなんかお高く止まってて DVD でしか売りませんとか、なんかこうボックスになりましたっていうそういう商売の仕方するから。で、僕が考えるに僕は大変人類にとって値打ちのある存在だから、なるほど。ただで提供されるべきであろうと。はい、それをいきなり思いついてやった感じですか？なんかすごい知りたかったんですよね、そこ。あ、いや、3年ぐらいどうすればいいんだろうっていうのでずっと悩んでて。その間は何してたんですか？はい、その間は、ここでですね、喋ってですね、ロフトプラスさんで話すと大体こう、150人とか200人ぐらい入るじゃないですか。で、それで売り上げが立つわけじゃないですか。はい、そしたらロフトプラスワンで僕大体1回につき12万円ぐらいもらえるわけですよね。はい、この12万円もらって、これ12万円か。12万円っていうことは、新書の印税の5分の1か6分の1ぐらいだから、はい、まあ本1冊書くのの5分の1の手間かなとか、そんな換算でやったんですよね。でもなんかそれもなんか未来がないし、つまんない仕事だなとか。それしかやってなかったんですか？そういうわけじゃないですよね。大学で先生やったり。大学で先生やってたんですよね。はいはい、もうそれ専任みたいな感じなんですか？客員教授だから、はい、週に1回授業あるんですけど、それも減らしてますね。だから、本当言えば僕も、オタキング EX だけに集中したいんですよ。もうでも、だんだん集中できる感じになってきてるんですか？ね、全部集中するにはまだ、そうですね、準備が足りないかな。うちの会社から毎週毎週新しいコンテンツがポン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 出せるようになったら多分、本当に集中できるんですけども、でもそれよりはテレビに呼ばれたらテレビに出た方が有利ですよね。その意味では。テレビに出て、で、こういう仕事やってるんですみたいなことを、例えば今日みたいなところでも言ったら、プレミアムチャンネルで、いろんな人が見てくれるわけだし。まあね、知らないですよね。まだ、オタキング EX は、僕も知ったばっかりで。でも、プレミアム EX 作ったらいいなと思いますよ。いやいや、僕はちょっといろいろ検討してるんですよ。EX はちょっと、僕はまだ聞いたばっかりなんで、全然消化してないんですよ。おすすめ。いやいや、まあ、おすすめって言われてるのはわかるんですけど、なんでおすすめなのか、まだよく理解してないんですよ。かっこいいから。いやいや、かっこいいとか僕どうでもいいんですよ、どっちかっていうと。そっちか。まあ、あんまかっこよさって求めてないんですよ。じゃあ、勝ちたいタイプか。はい、わかりました。はい。話し方を切り替えます。はい。あ、そうです。いやいや、そんなことないですけど。いや、なんかあんまかっこよさとかっていうのはどうでもいいんですけど、その、僕思ってたのは、その、なんか、こう、今どれぐらいいるんですか、会員。今、社員が102人かな。で、ウェイティングリストというのがあるんですよ。会社入りたいというか。それが170ぐらいだと思います。で、それなんで入れないんですか？処理がまず一度にできないっていうのがあって、あとね、クレジットカードの認証システムがね、まだちゃんと動かないんですよね。でもなんかそういうのいっぱいあるじゃないですか。でも、それで急に入れて、社員が増えたら困るんですよ。なんて言えばいいのかな。だって、100人ぐらいでなんとかですね、結束を持ってやってるところにですね、新人がその 1.7 倍とか入ってきたら、えらいことになりますよ。まあまあまあそうですけど、100人は、まあバーチャルな感じで社員な感じなんですよね。バーチャル。まあ兼業ですね、普通に。兼業ですよね。で、本業があって、うちは副業ですから。集まったりするんですか？あんまり集まらないですよ。ネット上だけ。大体ネット上だけで、なんか議論してる。オフ会やります。オフ会やるんだ。入社資格とかあるんですか？ないです。ないんですか？はい。ないですね。給料払えることぐらいですか。まあ、給料を払うと。はい、社長の給料を払うと。はい。つまり、それはどういうことかっていうと、今の、大体僕がやった程度の説明しかしてないわけですね。これぐらいの説明で自分にとってメリットがあるかどうか判断できて、で、飛び込んでこれる気合があるか、計算が高いか、また両方かですね。つまり、度胸があって頭が悪いか、度胸はないんだけども頭が回るかどっちかなんですよ。それ、なんか例えば、めんどくさい人とか入ってきても全然平気なんですか？それ多分聞かれてると思いますけど。全然平気ですよ。大丈夫なんですか？はい。めんどくさい人が入ってきても、そのめんどくさいって言っても、その人は12万払って、人類に奉仕しようと思って入ってくるわけですね。だって、その意味では、現世的な利益本人ないわけですよ。なるほどね。その人たちに対する、なんか、直接なんかこう、自分だけを愛してくれとか、なんか恋愛禁止なんですよね。あ、うちそうです。社長との恋愛禁止です。ねえ、それが俺すごいなと思って、すごい面白いな。なんか多分笑ってる人って、社員じゃない人ですよね、多分ね。多分、すごいんですよ。俺それ見て、みんな会員になったらどうするんですか？はい？世界の人が。例えば、岡田さんが、あ、この子好きだなと思ってて。それがみんな会員になるぐらい流行ったら EX システムの利点にみんな気がついて、僕と同じような EX システムがものすごくたくさんできてるはずですよ。で、それで一人平均3つか4つの EX に所属してるのが当たり前になるから、世界全員がうちに入ることはありえない。あ、でも、例えばじゃあ岡田さんが、いいですか？全然ありえない設定かもしれないですけど、なんかこの子好きだなと思って、EX の社員になりたいって言ったらどうするんですか？入れますよ。恋愛できないじゃないですか。別に。いいんですか？もう岡田さんはその子のことを諦めるんですか？だって、惚れてしまうぐらいいい女だったら社員にしたいじゃないですか。でも、恋愛禁止なんですよ。うん。それ我慢するんですか？だって恋愛の本質って、なんだろうな、社員として働いてもらうこととそんなに俺変わりはないと思う。そうですか？うん。そういうもん。変わんないと思うな。そうですか？セックスとかしなくてもいいんですか？セックス別に予想ですりゃいいじゃないですか。いや、僕なんかしたいなと思いますけどね。だって、その子として他の人とできないより、そんないい女でおまけに働こうってやつは働かせて、よそで探した方がそれは効率いいじゃないですか。そういうもんですか？いやいや、目が分かってたのに今分かんないふりして、確かにって思ってた今。さて、本日の対談いかがでしたか？話題がいきなりオタキング EX に移行したので、戸惑いを感じた方がいらっしゃると思いますが、オタキング EX とは、日本のオタク文化に対する洞察を提供する目的で設立されたプロジェクトで、ネット上でコミュニティを形成しながら、岡田さんならではの知見を軸に、参加者たちがお互いにアイデアを自由に発信しながら、協力して新しいコンテンツを生み出すという形態だったようです。現在でも組織名をフリークスに変更して、活動を続けているようですが、ボランティア精神に乏しく、参加する志を持てない私などは、その成果や詳しい内情については、知る由もありません。オタキング CH 管理人。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。